伊手座の満月にやってはいけないこと。5月23日22時53分頃から伊手座の満月になります。伊手座は幸運を司る木星と深い関わりがあり、5月26日から木星が幸運期に入るため、一つのターニングポイントを迎えるので、ここでリセットと浄化をするタイミングになっています。そこでこの伊手座の満月で開運するためにやってはいけないことをお伝えいたします。大切な方には再投稿やシェアをして、後から見返せるように保存ボタンを押してくださいね。まず一つ目は、何事もしすぎないということ。食べ過ぎ、飲み過ぎ、遊び過ぎ、仕事のしすぎ、何事もやりすぎることで運気がダウン。そうならないために、何をするにも 80% ぐらいに抑えるようにしてみてくださいね。2つ目は、やらない後悔をしないということ。やってみたいけどやらないで後悔するということは、後々まで引きずってしまいがちになります。同じ後悔するなら、やらない後悔ではなく、やって後悔をするように心がけてみましょう。3つ目は、本当にやりたいこと、したいことから目をそらすこと。伊手座は自分のやりたいことに向かって自由にのびのびとチャンスを広げていくのが得意な星座。そのため、自分の本心から目をそらし、やりたくないことをやっているというのは運気を下げてしまうことになりますので、ぜひこの機会に自分の本当にやりたいこと、望んでいることをやっていくように心がけてみましょう。そして満月は毎回お伝えしていますけれども、気持ちも心も体も何かと満タンになっていくタイミング。特に感情面ではイライラしやすく、人と衝突してしまったり大きなトラブルが起こったりしやすいので、人間関係には特に気をつけてくださいね。伊手座の満月を最大限に生かして、ぜひ運気アゲアゲでいきましょう。